中学軟式のグローブって草野球とかと一緒なんですよね、ルール的には。なのでこれ使っていいみたいなんですよ。はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き、モンタナスポーツさんで撮影させていただいております。ありがとうございます。前回ね、源田選手モデルの紹介をさせていただきましたが、今回はまあちょっとジェット多めにはなってしまいます。ただ一つ絞ります。キャッチャーミット、軟式のキャッチャーミットに絞って撮影していこうかなというふうに思います。キャッチャーやらせていただいておりまして、キャッチャーミットとてもね、興味があります。でその中で僕も見たことないというか、まあ見たことはもちろん、なんて言ったらいいのかな、このモデル、このタイプっていうところでは見たことないので、ちょっとそこをね、紹介していこうかなというふうに思います。前回源田先生モデル、Z 出したので、今回もちょっとまずは Z からいきましょう。1個目です。これはでも結構おなじみっちゃおなじみなのかな、この独特なバックスタイル。そうです、中村悠平選手モデルです。大谷投手のもう去年の話ですが、あのスイーパーを取って三振で最後の優勝の WBC 優勝のボールを取った選手のモデルです。はい、どちらかというとやっぱ縦型なのかなと思ったんですが、まあ縦型なんですよ。実際はめてみてこうやってやっても、はめてみてね、こういう風にやっても、まあ、若干こうよりかはこうの方がイメージは、肩のイメージとか取り方のイメージはしやすいんですが、こんなに広かったかな。まあもちろんね、片付け前っていうところもあるんですが、こんなに広いとは思いませんでした。まあでも片付け次第ではやっぱり横でも使えるかな。まあこっちの方がグローブはめた時の手首の立ち度っていうのはいいかもしれないです。でカラーリングがオレンジですね。なんか結構Z のキャッチャーミットのイメージだと、その赤オレとか黒っていうイメージ強いんですけれども、これもなんかすごく映えますよね。いい、まあ、普通のオレンジって言ったらいいのかな、薄いオレンジ、普通のオレンジ、うん、内野手っぽい感じの色ですよね。でもキャッチャーミットでも全然、まあ、こうやっていい色を出してるんじゃないでしょうか。はい、まあやっぱさっきもちょっと言いました、特徴的なバックスタイルがここで、全部隠れるんですが、あの普通のねキャッチャーミットの指出しよりかは少しスペースがあるかなといったところと、指カバーじゃなくてここパッドになってるんですよね。結構僕もなんですけど、指カバーの上から結構ね出して取ってる選手も多いと思います。指カバー中入れずにね、指カバーごと出してやってる選手もいると思うので、そういった選手は、まあ、ここの少しストレスカバーの上からじゃないので減るのかなというふうに思います。でこちらお値段が、はい、35,200円となっております。35,200円、まあプロステータスですからね、それなりに軟式用では、する方かなというふうには思いますが、バチッと、決まるし長持ちもするので、もちろん中学生とかにもいいでしょうし、あとはまあ社会人、草野球人でもすごく長持ちするのかなというふうに思いますし、操作点もね、広くてポケット広くてそれなりにまあ大きさもあるミットなので、取りやすいかなというふうに思います。はい、じゃあ次のミットいきましょう。次も Z です。こちらですね、これは何が赤になるの、赤オレになるの。レースはキャメルなんですけども、多分これはみ出しの部分とかこことかですね、多分これ白じゃない、なかなかないですよね。その赤系のミットにキャメルっていうのはよくあるんですけども、一部分的に白を使ってるっていうところで見ると、まあ確かにちょっと珍しいのかなというふうに思います。なんでここ白を使ってるっていうので、街がねすごく見やすいんですよ。縁効果って言ったらいいのかな、こうやって構えてても周りが白い分主張がねよりここに集まるんじゃないかなというふうな感じがします。で型的にはこれさっきちょっとモンタナさんに聞いたんですけども、ミニ小林選手モデルのちょっと小さめぐらいなので、確かに、普通の小林選手モデルよりかは小さく感じるかなというふうには思いますが、その分やっぱ操作性がね、上がるといったところで、軽いですしね、あとは、まあ、Z のそれは特徴の一つではあるとは思うんですが、めちゃくちゃ軽いので急に逆球とか来ても取りやすいのかなというふうに思います。まあ前々からちょっとずつは言ってるんですけれども、まあ、Z もやっぱここはね前ほどじゃないです。僕が高校生の時とかだったら結構親指芯分厚かったんですけども、やっぱ年々、なんて言ったらトレンドに合わせてここも薄くなってきてるのかなっていうので、まあ取る時によく言ってます、ここ当たりづらい、親指のところに当たりづらかったりとか、まあ、握り替えもねスパッとすぐにいけるのかなっていうのが最近の Z さんの魅力的な部分、キャッチャーミットの。もちろんその海選手モデルとかまで薄くはないかもしれないですけれども、まあ、それでもやっぱ取りやすいのかなというふうには思います。でまあ小林選手型を小さくしているので、ボックスで
片付けするのがいいんじゃないかなというふうに、ここははめててね、面がしっかりと前に行ってるし、横にして、もう本当はでも縦型なんだよね、小林選手も。でもこれも全然横型でいいんじゃないかなというふうに思います。だからボックスにして、もう大丈夫ですし、まあ僕も結構ひねり取りの方が多いので、まあひねり取りでも全然片付けしやすいんじゃないかなというふうなミットとなっています。でね、これステッチがね、これ何？ちょっとどうかな？カメラでよくわかんないかもしれないけど、黄緑系蛍光色系なんですよね。まあだから赤と反対って言ったらいいのかな、まあどちらも目立つ色ではあるんですけれども、まあ、こうやって見てても紐の色が違うなっていうのはすごく感じやすい、ミットとなっています。まあカラーリングで言うとね、本当にヤリラフィーな感じがしますよね。赤って派手な色に、まあ派手な、まあでも白もな、こうやって見ると派手になるのか、派手系ですね。でこれ僕ずーっと勘違いしてたんですけど、これ白を使ってるから中学軟式使えないかなとかいうふうに思うじゃないですか。これはね、僕の勘違いだったんですよ。中学軟式のグローブって草野球とかと一緒なんですよね、ルール的には。なのでこれ使っていいみたいなんですよ。僕本当にこれ知らなかったです。ずーっと、まあ、高野連と同じルールなんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけれども、決してそんなことはなく普通に使えるグローブですね。軟式野球、まあ、部活の軟式野球でも普通に使えるグローブとなっています。このルール、まあ、ちょっとインスタでストーリーで上がってて、実は大丈夫だったよみたいな感じで、見て、あ、そうなんだっていうのが分かって、今後、まあ、多分結構知らなかった人いると思うんですよ。僕も、知らなかったですし、実はっていう、ところもあったので、これで増えるんじゃないんですかね、中学軟式でも。結構いろんなカラーリングを使う選手が増えると思うので、ぜひぜひね、中学生の選手もこういった白入ってるから使えないじゃなくって、使えるので派手なミットですが使ってみるのもありなんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと次のミットいきましょう。はい、3つ目のミットこちらになります。そうです、はい、オールスターです。これはね、もう、まあ、海外のね、アメリカのよくキャッチャーの選手が、まあ、防具だったりとかでつけてる選手よく見ますよね。そこの、はい、ミットとなります。で、じゃあ海外モデルだから、海外のメーカーだから、日本人仕様じゃなくて、どちらかというとそのメジャーリーガーチック、アメリカ仕様なキャッチャーミットなんじゃないのっていう思う方結構いると思うんですけれども、いや、むしろゴリゴリの日本人向けミットっす。すごいっす。これはそのメジャーリーガーのミットとはまたちょっとね、日本人のミットって違うじゃないですか。なんですけれども、これはもう本当にバリッバリゴリッゴリの、日本人好みのキャッチャーミットとなっています。まあ特徴としてはね、レギュラーバックスタイル、キャッチャーミットってまあファーストバックだったり、まあノーマルバックつらいのかな、本当に指出すだけの、仕様になっていることが多いんですが、これはレギュラーバックの、スタイルのミットとなっています。でちょっとね、ここの部分、ウェブのつなぎ目部分がちょっとこっち側、ここですね、こっち側に出てるかなというような感じはして、まあ深いのかなと思いつつも、まあちょっと片付けしてないミットなんで、どういう風に変化していくかって言い切りはしないんですが、今この段階見片付けの時点では結構広めかなという風な感じがします。ただどちらかというと補給の重心としてはウェブ下寄りに近いのかなといったような感じなので、がっちりと取りたい人は好みなんじゃないかなとはいうふうには思うんですが、先ほどちょっと Z の時に話しました、ここのね芯、もしかしたら Z より薄いかもしれないです。なのでしっかり取る、ウェブ下とかでしっかりと取れるんですが、まあ、ここがね当たらないので、多分深くはなると思います。さっきまあ広いとは言いましたけど、深くはなると思うんですけど、深くなった時によりさっきの Z と比べるとよりその送球に移りやすかったりとか、まあ、取り行った時にこの親指に当たることも少ないんじゃないかなというふうには思います。はい、でこちらね、よく見ていただきたいんですよね。ここに公式仕様と書いてあります。でも物自体は芯材とかは多分軟式なんですよ。でも革が公式用なので、今ちょっとモントンさんと話してたんですけれども、多分うまくいけばピッチャーのねスピードとかにもよりますけれども、ボーイズとかでもシニアとか中学公式でも使えると思いますし、であとは、まあ、柔らかく使いたい女子野球の選手とかでも、まあ、女子公式の選手とかでもいいんじゃないのって、おすすめできるんじゃないのっていう話を今していたので、まあ、そういった選手ね、まあ、もし普通のバッチバチの公式ミットを
硬いしちょっと柔らかい方が好きっていう人がいるのであれば、いいんじゃないかなというふうに思います。でもう一個すいませんあります。これ特筆すべき点がここに普通に指掛けが 1,2 あるじゃないですか。まあ普通のがこっちなんですよ。小指用、これ薬指用もついてます。なので薬指リングと同じ仕様、手の中でのブレがより少ないミットとなっているので、それこそやっぱりだから中学生とかでもいいでしょうし、さっき言った通り女子硬式の選手とかもより手の中のフィット感出てくるのでいいんじゃないかなというふうに思います。お値段が 38,500 円税込みで、なのでそういった点もお値段的なところも見ても軟式の選手が使うよりかはそういった硬式の中学硬式やったりとか女子硬式やってる選手が使うっていう用途の方がおすすめなんじゃないかなというふうには正直思います。まあもちろんねボールスター使いたいよっていう軟式草野球人だったりとか中学生だったりとかっていうのも全然使っていいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、まあ、さっき中村選手モデルも出しましたけれども、本日に関してはこちらのキャッチャーミット軟式ですね、一応軟式のキャッチャーミットの紹介をさせていただきました。こういったね、派手なヤリラフィーな、カラーニングとキャッチャーミットもあるし、こういった落ち着いてるんだけれども機能性、めちゃくちゃある、オルサのキャッチャーミットだったりとか、のもモンタンさんに置いてあります。いろんな、グローブ、いろんなミット置いてありますので、ぜひぜひね、モンタンさんにいらしてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしゃー。